さて始めましょうか。クリスマスストーリーズ、長靴を履いた猫、ボーナスショーの続きです。プリンスのお父さんお母さんのところまで来たんですけども、二人ともお眠りになられたまま起きないということのようなので、王国を救うために頑張ります。で、これかな。まずこれを。猫の像。翼を持つ猫たちのクロノグラフ。強力なパワーを秘めているため、扱い方を間違えると時が停止してしまう。あの猫持ってたな。あの子だ。クロノグラフを元に戻せば、プリンスの両親も王国も無事元に戻るはず。お父さんお母さんにはさ、翼がないような気がするんだけど、どういうこと？国王陛下。戻しますわ。窓開いてるね。こんなに軽そうだけど何もないね。この猫の置物はどこに置くんでしょう。あ、はい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 。ここだ。はい、開いたー。お、ここに3つの王冠が。これがプリンスの王冠だね。王族猫の象徴か。ということはお母さんもお父さんも持ってるはず。い、お母さん用。お父さん用がないぞ。お父さん用はどこだ？お母さんの、お父さんの。あ、お父さん用だけどもここみたいだな。お父さんここに置かれたわけね。はいはい。で、ここに王冠を揃えるとさらに何か開く。物探しだ！やったー！前回物探しなかったから寂しかったんだよな。懐中時計、コイン、ボトル、エメラルド、オレンジ、開いた南京錠、傘、船、カンカン帽子、カンカン帽、カンカン帽、目、紙切れ、ケイリュケイヨンって何？それよりカンカン帽が、私が思ってるカンカン帽で合ってるのかどうかがわからない。思いっきり形状、なんか、あ、違うなっていうのがあったりするんだよね。ファッション的なものと海外と日本と、伝わってきたのは、あ、カンカン帽、そのままカンカン帽だった。伝わってきたのはあれなんだけど、日本で独自な進化を遂げているものもあったりするんですよね。紙切れ。あ、あのにゃんこの紙切れだ。傘、開いた南京錠ということは鍵がいるな。鍵。おい。おー、どこかのと違ってエメラルドが非常にわかりやすい。コイン、懐中時計、オレンジ、コイン、ボトル、目。なんだったっけ？ホルスの目だっけ？お医者さんのマーク。ボトル。船。船、あった。もう一個船。船さん二人いるんだ。どこの船さんとは言わないけど。何の船さんとも言わないけど。船さんは一人だよね。船さんが2人いたら波平さん大変さ。その船はどこ行った？船はどこにある？模型だったから、もう一つあるとすれば、絵だったりするんだよな。絵。違うか。それもしくは紙の船。紙の船とか。ないね。あったー！オッケー。
うん、やっぱりあの猫だ。さあ、じゃあちょっと戻りますかね。そんなお父さんお母さんのところで離れるからってその後ろ向かなくたっていいでしょう。図書館の中にこれだ。うん、このにゃんこだ。The king and queen used a special artifact, the chronograph, to move the kingdom into the clouds. But their chief counselor, Black Cat, stole it for himself, interrupting the magic ritual. The consequence was terrible. Cloud City was frozen in time and cut off from our world, leaving Black Cat, as well as the king and queen's son, behind. He is none. あの黒猫がクロノグラフを盗んだので、取り戻さないとっていうか、一回渡してやったの、くれって言うからあげたらそういうことだったのね。にゃんこ、お前だ。お前だ。Now you know the truth. I won't give back the chronograph. It's mine. なんでそんなものが欲しいの？ほう。十二、羽ない、紙、地図、なぜセットになるのかわからん。待て、増えた。月、剣、分かるところから行こう。雨、波、熊、蜂蜜、波、夜空、プス、プスじゃない あ、もっと増えた。クリスマスツリー、人参と雪だるま、カエデとカエデの木、猫と翼、サングラスを雪娘と、まずファザークラス、クラファ、ファザー、ファザー、黒猫、黒猫、黒猫、おい、よいしょ、降りてきた。I was wrong. I realize that now. I'm sorry. Please forgive me. ああ、反省してるみたい。心を入れ替えて頑張ってもらわないと。よし、これでお父さんとお母さんを助けられるね。さあ、戻ろうか。ということはもしかして終わりかな？短いな。なあ、プス。サイモンとサラマンダーとお家に戻るかーって、まだ早い。あ、パパとママを助けるぞ。よし。おい。よかったねー。終わり。相棒なし終わりました。面白かったっすね。前やったはずなのにこのボーナス賞のことは全く覚えてなかったっす。でもやってるのはやってるはずなんですよね。なんか何だったかな、どこかに記憶はあるんですけど、覚えてない。 だいぶ前の話っすもんね。ビッグフィッシュゲームさん、楽しかったです。ありがとうございます。次はクリスマスストーリーズ、賢者の贈り物というのをやってみようと思います。まあ、これも内容はほとんど覚えてません。賢者の贈り物の方が前なのかな？これの後だったような気もするんですけど、な
せクリスマスストーリーズっていうだけあって、年に1回しか出ませんね。うん、まあシリーズも大体年に1回、ミステリー事件簿も大概年に1回だったような気がするんですよね。エレファントゲームスさん面白かったです。エレファントゲームスさんの絵って特徴的で好きですね。何とも言えない質感を感じるイラストというか、うん、ロケーションとかも、ちょっとファンシーな感じで、うん、あのエレファントゲームスさんっていうと、あれ、ダークパラブルスじゃない、グリムテール、過去へ戻れるアンナはこっちに出てきた女の子、アンナですね。アンナが主人公のグリムテイルが同じエレファントゲームスさんなんですけど、なんかちょっとイメージが違うかな。こっちの方がちょっと暗い感じはありますよね。エレファントゲームスさんといえばミステリー事件簿のマダム・フェイトのカーニバル、あのイシスが出てくるやつですね。あれが一番面白かった。ただ長い。ね、一番好きなやつなんで、最初の頃に動画上げてたんですけど、最初はこんな喋るなんてことは考えてなかったから、テキストで打って、うん、なんかよくわかんない感じになってたんで、ある程度経ったらまた改めてカーニバル、ミステリー事件簿、マダムフェイトのカーニバルやりたいなとか思ってるんですけどね、来年暖かくなったぐらいに始めようかなと思ってます。撮り直しですね、やり直しという喋るのも慣れてきたし、またあのカカシにも会いたいしということで、では今日は短いけどもこれで終わろうと思います。っていうかボーナスショーをもう一回見てみましょう。私ね、なんかいろいろ集めてるはずなんですけど集め損ねてますね。のんびりクリスマス、1アイテム探しを10分以上かけてクリア。さすがにそれはやってないんだ。7アイテムを探し続けてそれぞれ3分以内にクリア。これはやったんだね。ヒントを使わず全アイテム探しをクリア。うん、それは使わない。物探しの時はね、うん、ヒント使いたいなと思うことはあるんですけどね。これぐらいの難易度ならまあ使わなくて済みますね。もう一つね、エニグマティスの方はもう本当に使いたかったですね。あ、パズルだ。ちょっとパズルやって遊ぼう。遊ぼうって。違うの？あ、ひっくり返るんだ。こうだ。できた。かわいいプスだ。お、これは壁紙にできないのかな。お、とりあえずパズルはみんな揃えてたみたいです。コンセプトアート、これはこの間見たね。かわ、お、壁紙だ。
よし、壁紙も出し、よし、戻ります。あれ、なんかいる。あ、これは何。ああ、物探しね。はい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 。ボーナスでこういうのがあるよっていうことで、はい、ではクリスマスストーリーズ長靴を履いた猫、これで終わりです。うん、楽しかったです。プスが可愛かったですね。飼い主がサイモンとサラマンダーを連れて帰っていたところが良かったですね。うん、それではまた次のクリスマスストーリーズで。